その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで、修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あー、なるほど、天国へ行けるもの。わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り、海王様に会いに行くというのか。はい。よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。覚悟しておくのだ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ、当然な。暴れなかったか。暴れた暴れた。暴れおったが、このわしが取り押さえてやったわい。強えんだな、おめえ。おめえと来たが、あのな、わしは閻魔大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。わかっておるのか。要するに、すんげえ強えってことだろ。全然わかっておらんな。強いのは当然だ。だが、頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、この際だ。わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。おら、急いでんだけんどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった、クイズやるよ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。全問正解しないと先には進ませんからな。正解だ。いろんな星々で暴れ回ったからな、当然地獄行きだ。ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。正解。
当然だな。わしの方がずっと偉いんだなあ、地球の神よ。はい、その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。やるの、正解じゃ。まったく、ドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく、誰が作ったのかのなあ、地球の神よ。それはその、申し訳ございません。まあええわい、次の問題に行くぞ。残念だが不正解だな。え？え？今五問目だぞ。何？ヒーフーミー。あら、ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという、それが真の五問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。聞こえたぞ、地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳、なんちゃって。お前、ギャグのセンスないの。まあええわい、海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー、エマノちゃん。お前、やっぱりわしを尊敬しとらんな。そんなことねえよ。ねえです。まあええわい、さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくる。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、
共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったらそれだけのガキだったということだ。なんで俺様がこんなこと。おお、なんというパワーだ。これは凄まじい木の塊だ。妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。
どれだけ嫌がる。ザクが手間を取らせやがって。調子がねえ。終わりだ。さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。お腹すいたよ。あのクソガキだが、サイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。チッ、一度きりだ。
今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。一つでは足りんか。これだけあれば十分だろう。こちらの声など届くまい。
これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様じきじきに地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。ついてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど、お母さんの肉まん食べたいな。あの、ま、なんだおみやは。いや、見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだな。いや、あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことは、もしかしておみゃが悟空の息子きゃ。うん、僕孫悟飯。ほんではやんじろべ。悟空のやつとは腐れみてえなもんだな。いや、はぁ、ピッコロに目つけられるとはおみゃーも大変だな。いや、いやな、俺もうブルマからよ、ソン君の息子がさらわれて大変なのよ、助けてあげなさいよ、なんてガミガミ言われてまんてよ、助けに来たってわけだぎゃ。でも迷ってまってな、全然おみゃが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさんラッキーだったな。いや、うん、ここじゃ飯にも困るだがや。えい、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな。俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう…そりゃそうだ。おみやを連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教えるでよ。狩りのコツはこんなもんだぎゃ。
そんじゃ早速実践だや。トミャーには言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。ヤジロベエさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。うわ、すごい木だ。いや、確かに見つからないように後ろから近づかないと。でも生きていける。うん。帰っちゃうの？これでもよ。今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。ソンの奴が生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。いつかわからんが、敵であれば倒すだけだ。よう。あら？
にちは。それでは。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにもちょうどよ。いろいろあるよ。毎度。らっしゃい。毎度。地球人でこれほどの強いパワーを持つやつ、以前の天下一武道会に出ていたやつらか。おい。うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょっと修行の成果を試させてくれないか。その様子では、やる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから。魔族は苦手なんだ。情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。かかってこい。くそ、俺だって。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあったんだ。そうだ、昔天界地武道会でな。どうした、その程度どれほど成長できたか確かめてやろう。また雑魚と呼ばれたいのか。俺を見くびるなよ。なるほど、技、動き、そしてタフさはなかなかだぞ。俺だってこれからも修行を続けてるんだ。魔漢考察法。力は大体分かった。
うん、少しはやるようになったか。うん。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ、俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。ん、これは凄まじい木の塊だ。ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。雑魚なりに鍛えてはいるようだな。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならん相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様の下で修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして強者と戦い修行の成果を試すように言われ地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。貴様は天界と武道会でソンと戦っていたな。どうした？俺の本気を聞かせてみろ。チャッツヤ！チャッ！ザッ！ザッ！さすがピコ。多少はやるようだが、その程度か。まだだ！ジュアリレレレだ！ザッ！これくらいにしておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、言ってくれるぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだけだ。必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。これは凄まじい木の塊だ。ねえ、おい、
やれやれ。はあ。いや。ところになど用はない。
そっちに用はないな。感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何、死にたいのか貴様。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。そういうことか。卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。うん、死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだな。当たり前だ。悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。知らんな。なかなかやるじゃないかピッコロ。生きがる余裕あるよ。ズワイッチ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 ッそう、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。ちょ、自分の力不足を思い知るがいい。くそ、じゃん、ほっ、じゃん、ほっ、じゃん、じゃん、せい、せっ、じゃん、はっ、いや、あれ、と、と、ほっ、ずわい、ここまでか。力の差を思い知ったようだ。おかしいな、こんなはずじゃ。バカめ、貴様が修行している間俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。少々強くなった程度で
俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃ、そりゃそうだな。命があるあたり、成果はゼロではないだろう。一から修行をやり直すんだな。いや、ちくしょう。見てろよ、俺だってやってやるからな。そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。ん？これは凄まじい木の塊だ。おい、どけ。おい。何？いいだろう。おい。早く行かねばな。それ以前にくたばっているかもしれんがな。
ち。こっち。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 よ。こ。ち。よ。ち。よし。おい。いいだろう。あったりめだぎゃ。俺は自分を高めるのみだ。なんとかくたばってなかったようだな。